世界の競争力ランキングで毎年低い水準で推移を続けている日本。弱みとなっているのはビジネス分野の評価の低さです。企業家精神などの項目で最下位グループにとどまっているのです。日本のビジネスをどう底上げしていくのか。ヒントはイノベーションの聖地アメリカシリコンバレーにありました。1兆ドルコーチの出版で脚光を浴びたコーチングです。 Google や Amazon の成功をコーチが支えていたのです。さらに日本でもメガベンチャーのメルカリが全社員にコーチング制度を導入するなど急速に広がりつつあります。コーチングはビジネスにどんなメリットをもたらすのでしょうか。年商20億円、今勢いのあるIT ベンチャー企業。林代表はどんなに忙しくても月に一度外部のコーチと2時間のセッションを続けています。心に余裕ができたというか、結果事業にも跳ね返ってきてる。事業の成長につながるというコーチングの様子を見せてもらいました。今気になってて解決したい問題とかありそうですか？いよいよちゃんと行動を見直したいですね。質問をするのはコーチの石上さん。そんな1ヶ月でしたか？林代表は質問の答えを探しながら自分と向き合い始めます。忙しすぎて、大事なこと考える時間もないし、なるほど、なんかもう日々追われてる感じなんですよ。そんな代表に対しコーチはさらに問いを続けます。この1ヶ月だと どんなこう無駄なこと、どんなやっぱ1日1件、意味ない入ってますわ。亮太さん的にそのあって価値があったアポって どういうアポが、採用につながるやつ。採用ですね。コーチはどんどん深掘りしていきます。そこアセスメントできてない感じですか？採用フローが確立されてないです。なるほどなるほど、それすることでなんか両方無駄をなくなるきっかけになったりするんですか？だいたい7月ぐらいまで目処に、ちょっとそういうアクション追加しておきましょうか。そうですね。最後はアクションに落とし込み行動の変化を促します。この2時間のコーチングがモチベーションやパフォーマンスの向上につながっているといいます。今年も去年も、売上は 1.3 倍ぐらいになってるので、時間もお金もそうですけど、全然その僕のパフォーマンス次第では数億が変わるものなんで、全然でかいと思ってないですね。林代表のコーチを務める石上さんは経営者向けのコーチングに特化、日本のビジネス界への普及を目指しています。経営者さんが、コーチングっていうものを気軽に受けれて、そのご自身の人生が前進するような、そういうそのなんでしょうね、広がりを作っていきたいなと思っています。経営者にフォーカスするのには理由がありました。社長ってやっぱいろんな責任背負ってるんで、社員で給料払ったりとか、最終的には本当自分に全責任が残るんで、その経営楽しめてない方も多いんですけど、コーチング受ける経営者さんってそうやってその何のために経営やってるんだとか、そのやっぱり自分がどういう人生を歩みたいかっていうのが明確になって、でそうすると経営するのも人生の一部で楽しくなってくるっていうのはあります。コーチングによって新たな事業を生み出した IT 企業家はその必要性を実感したといいます。コーチングしていただいてる間に、何がしたいのかなとか、相手がどういう方で提供するのか、すべきかみたいなことが見えてきて、コーチング出れなかったら今僕が考えてたときはできないんです。本人も気づいていない本心を引き出すコーチング。
顕在化した問題解決を目指すコンサルティングとは根本的に異なります。コーチングって答え教えてもらえないんですよ。教えてもらえないけれど適切な質問が来るんですよ。で考えて考えて自分で答えを出すんで、あ、こんなこと自分は真相真理で思ってたんだとか、あ、自分は本当はこれがしたかったんだみたいなことをやっぱりすごい思って行動が変わる。人からの質問ってすごい大きいんだなみたいな。コーチング自体が今の時代に求められていることなんだなってつくづく思います。コーチングは忙しい経営者にこそ必要な心のメンテナンスなのかもしれません。